はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は OB 第5弾ついに登場ということで、当たり選手ランキングの方やっていきたいと思います。まあ、今回もねかなり豪華なラインナップで来たと思います。まあ、とてもね魅力的なラインナップで、自分もね喉から手が出るほど欲しいんですけど、まあ、皆さんもね欲しいと思いますが、まあ、このガチャの方はスルーでいいと思います。まあ、理由については過去動画で詳しく話しているので、そちらの方をね気になる方はご覧になってください。で、まあ、といってもね全員ね累計で1枚はこの強力な選手たちが確保できるので、まあ、当たり選手ランキングの方をねやっていきたいと思います。で、当たり選手ランキングの方はリーグ目線でランキングをつけています。まあ、リアタイでね使えるピッチャーとか、そういうピッチャーはね今回出てないので、リアタイ勢の方はそこら辺は安心してもらって大丈夫です。ということでね、ランキングの方、まあ、12位からやるのもあれなんで、6位からやっていきたいと思います。第6位は池山選手です。ミート75の B、 パワー80の A、 走力73の B、 弾道アーティストと、貴重なねショートのアーティストということで、とてもね価値の高い、まあ、とても欲しい選手になっていると思います。で、守備の方もね全部 B で、裏捨てもかなり高いので、まあ、こうなってくるとね、まあ、特能の方もチャンスとかありますし、まあ、かなりね魅力的な選手になってくるんじゃないかと思います。第5位は初芝選手です。ミート78の B、 パワー78の B、 走力61の C、 弾道パワーヒッターと、まあね同値の選手ということで、まあ、この順位にしました。まあ、ロッテ枠で困ってる方もね結構いるっていうねちらほら聞くんで、まあ、ロッテ枠のミートパワー同値っていうことでね、無課金の方にはオーダーに組み込みやすい優しい選手となってくるんじゃないかと思います。まあでもね、ある程度選手がもう揃ってるって方はね、結構もう3200とかで揃ってるって方は結構多いと思うので、まあ、そういう方には需要ないと思いますが、まあ、結構初心者寄りの方とかはね結構当たれば長くねオーダーに入る選手になってくるんじゃないかと思います。第4位は斉藤正樹選手です。9位83の A、 制球80の A、 スタミナ87の A と、まあ、オール A で登場しました。まあ、巨人の OB はねやっぱり強いですね。で、球種の方は4球種と、まあ、最低限の球種数はあると思います。で、まあ、ピッチャーのオール A ということでね、かなりピッチャーのオール A って数えるほどしかいないと思うので、まあ、かなりね需要のある選手になってくるんじゃないかと思います。第3位は和田和弘選手です。ミート83の A、 パワー80の A、 走力58の D、 弾道パワーヒッターと、まあ、ミート型でねミートパワー A 以上っていうことでね、かなりねコンボ面でも助かりますし、いい選手なんじゃないかと思います。で、打撃面もいいんですけど、まあ、守備面もねそこまで意外にね悪くないんですよ。まあ、スローイングなんかもねあと1で A 乗るって感じですし、まあ、かなりね、まあ、守備面も含めて、まあ、打撃もそうですけど、かなりいい選手になってくるんじゃないかと思います。第2位は山本浩二選手です。ミート83の A、 パワー85の A、 走力72の B、 弾道パワーヒッターと、まあ、文句のつけようのないね能力になっていると思います。で、守備の方もねセンター B で79とあと1で A ですね。で、補給 A、 スローイング B、 肩 B と、まあ、守備面も打撃も含めても文句のつけようのない選手になってくると思います。まあ、この選手当たったらねすごい喜ぶと思います。第1位は掛布選手です。ミート82の A、 パワー82の A、 走力62の C、 弾道アーティストと、まあ、ミートパワー同値の AA で弾道アーティストとね、まあ、操作面でもリーグ面でもね文句のつけようのない選手になってくると思います。まあ、守備面もね守備 C で、まあ、裏捨ても最低限あると思うので、まあ、かなりねいい選手になってくるんじゃないかと思います。まあ、ミートパワー AA の同値ってことでね、まあ、コンボ面とかで足りてない人はかなり助かるんじゃないでしょうか。以上です。いかがだったでしょうか。まあ、今回もね豪華なラインナップできたと思います。まあ、無課金勢の方はねこのいい選手が当たったとしても限界突破コーチをね即使うっていうわけではなく、まあ、かなりね悩んでから使うようにしてください。まあ、なんでかっていうともね、もうグランドオープンすぐそこでねスピリッツ200上の選手がすぐ出るので、まあね、限界突破コーチ使うことによってリーグオーダーのスピリッツが上がるとかだったら、まあまだ分かるんですけど、まあそうでないっていう方はね限界突破コーチの使用は今回の OB に対してはあのねあまりおすすめしないです。1枚も使わないことを、まあ、おすすめしときます。ということでね、続いてリアタイの方もやっていくので、そちらの方も見ていってください。はい、ということでやっていきたいと思います。先発は菅野さん対ソトコバーさんです。まあ、愛知さんね防御率2点台で打率がちょい高めだったので、しっかりね打って点数取っていきたいと思います。いやー、ファールでねカットボールが狙い目なんですけどね。よーし、これいった。よーし、よしよし、結構ポンポン投げ込んできますね。やっぱさあ完璧でしたね。さあ1点じゃねちょっと足りないかもなんで、しっかりね打っていきたいと思います。おお、やっぱテンポが速いな。ポンポン投げ込んでくる感じですね。おお、打たれたタツラをストライク入れてくると。うん、さあ2-2。よしよしよし、
さあ 2-3 何で来る。テンポが速くて考える時間がない。よしよしよし、もう反応で打つしかないですね、こういう時は。いやちょっとね、防御率高い方のね相手だと逆に打てないってことがね結構あるんですけど、しっかり気遅れだけしないようにね。あーやべ、このテンポ速いのが自分苦手なんですよね。うん、オッケーオッケーオッケー。さあしっかり反応、何も考えずに反応しよう。あーやばい、反応しきれてないね。さあさあさあ、うん、オッケー。フォークとか、まあ落ちる系はフィーリングで、オッケー。まあ今のはストライクだったら打ってっていう感じですね。スライダーファールか。まあ、基本カットボール狙いつつスライダーは、やべやべやべ、まあ、今反応できた時だけねしっかり打つって形でいいと思いますってね。ゲッツー最悪。さあしっかり抑えてきます。外コバさんね、ちょっと捉えられたらホームランって感じがあるんで、まあ、1点あるのはでかいんですけどね、ランナーだけ溜めないようにしたいと思います。 OK、 見逃してくる感じの人ね。でまあ、ここからしつこくボール球に誘うと、今の残像が残ってれば、まあ、2球続けてね投げればどっちか振るっていう計算。おお、大体の人は振るんですけどね。じゃあ徹底して大きい方狙いならこれを振る。おお、振らないか。ということはまあ配球によって一回一回狙い球を変えてる感じですかね。よし、まあ、今のちっちゃい方を空振って、まあ、とりあえずボール球振るでしょ。あー、選球がいいな。ちょっとランナー溜めないようにって言っときながらね、自らランナー溜めていくスタイルですよ。お、バントですかね。おー、これは揺さぶりですかね、多分。さあ低めギリギリに、よしよし。まあ、どっちかっていうと多分この方大きい方のナックルカーブ狙ってますね。あー、それストライクにしないで、あーよかったよかった。なのでまあちっちゃい方のやつをストライクに入れていく感じでいいですね。さあ、まあ、とりあえずボールで入る、うん、得点圏でこれは振らないで、よしよしよし。でまあ攻めます。多分大きい方狙ってるんで。おお、振ってきたな。でも今のコースを振ってくるっていうことは、まあ、両方ケアしてるのかな。さあ、あーラッキーラッキー、手出してくれた。よしよしよし。さあしっかり攻撃の方していきます。あいつさんね結構選球眼良くて、結構ね投げるの嫌な感じなんで。あー承知ため。よしよしよし、外野ね交代してるんでね。さあまあちょっとね1点じゃちょっと怖いなって感じしたんで。よしよしよし、たまにあれピッチャーライダー取られるんですけどね、カットボールは狙い目なんでしっかりね。さあ1、2塁。いやーポンポン投げ込んでくるの苦手だマジで。うわ最悪マジで、一瞬でチャンスが。もう代打出します。これはタイピン消えなかったらもう一回、あ、代打出します、もう一回。さあタイピン消えて、いやーちょっとマジでこの方攻めの配球しますね。逆に打てない。ちょっと1点じゃ怖いな、初回の選球眼見ると。いやーやっぱ最悪だわこれ。さあしっかり抑えてきます。やばいですね。逆に防御率高い方だとテンポね速くてポンポン投げてくる方多いんですけど、まあそういうのがね逆に打てなかったりしますよね。さあ、おー、あー、アウト。あーよかったよかった。やっぱ大きい方捉えてきましたね。さあ何で投げよう。ちょっともう一球ね続けます。おー、あえて続けたんだけど、まあそんなの関係ないって感じで打ってきましたね。さあどうしよう。とりあえず、あー OK、 やっぱこれ振るってことは大きい方のナックルカーブ狙ってるって証拠ですね。まあストレート1試合1球、よしよし。本当にアウトが欲しいところでね、ストレートは投げるといいと思います。さあ代打丸さんと、
さああと1人なんでね、しっかり押さえていきたいと思います。さあそろそろちっちゃい方狙ってたしない。いやー走ってくるか、いやーマジか。さあまあ多分ちっちゃい方は狙ってないんで、あーですよね、これ投げるのが自分ビビってるだけですね結局、まあ、これを投げますけど、あーですよね、これが自分が逃げてるだけで。さあでももう一球ちょっと信じる、 OK、 やっぱ OKOKOK、 ってことでね、ありがとうございました。